皆さんこんにちは。ライブピックスの時間です。ニュースピックスの佐々木です。本日はですね、プロピッカーの大室雅史さんをゲストにお迎えしております。はい、大室さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。今日は産業医という立場で、はい、真面目に話していただこうと思ってますので、はい、今日はよろしくお願いします。はい、大室さんのもとにもやっぱり相談って増えてますか？そうですね、はい、まず会社としてどうあるべきかという相談、うん、あとはまあ社員からの個別の相談、まあ、確かに普段より増えてると思いますね。リモートで相談受けるわけですか？受けます、受けます。あ、うん、やっぱそうですよね。はい、今日はそのまさしくリモートって言葉がありましたけれども、はい、リモートワーク、まあ、在宅勤務でいろいろ悩みを抱えている方も多いと思いますので、はい、皆さんからいただいた質問をですね、後半特に大室さんにぶつけてですね、はい、悩み相談をしていただくということになってます。はい、前半はですね、今まさにロックダウンが実施されているニューヨークとつないでですね、ニューヨークの現在の状況を金融ライターのですね、武藤杏奈さんに聞いていきたいというふうに思います。武藤さん、こんにちは。こんにちは。あ、つながりましたね。あ、武藤さん、どうも、はじめまして。はじめまして。ズームでお会いするのははじめましてですけども、どうもどうも。ちょっと米アメリカの状況、日本もですね、今日先ほど東京で、まあ、感染者が95人以上というニュースが出まして、もう先週ぐらいはちょっと緩んだところもあったんですけど、かなり緊迫感が高まってまして、まあ、よくも悪くもニューヨークの状況っていうのはこれからの東京、うん、日本を考える上で非常に参考になるというか、今のうちにしっかり知っておかなきゃいけないケースだなというふうに思ってまして、今日ニューヨークの状況、武藤さんは金融経済にもお詳しいですので、そういった経済の面も含めてちょっとお伺いできればと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっと端的に言いますと、今ニューヨークってどんな状況でしょうか？そうですね、はい、今の状況は一言で言うと、はい、夢のような現実、普通夢って言いますとポジティブな感じがするんですけれども、はい、ものすごく非現実的な現実を生きているっていう感じがしますね。で、イタリアの病院内で見る悪夢のような感じではないんですけれども、はい、そうならないようにみんなで協力し合っているっていう感じです。で、状況をちょっと説明するにあたって、はい、数字をちょっとシェアしたいんですけれども、お願いします。ニューヨーク市ではご存知の通り3月の半ばからロックダウンを経験しているんですが、はい、公立の学校閉鎖は3月の16日から、はい、で非必須授業の停止、例えばレストランとか、うん、美容院とかそういうところですね、うん、は、20日から全部停止が決まっていまして、はい、で先週の木曜日、ちょうど1週間前からアメリカの感染者数は中国を抜いて世界で一番多い国になりました。はい、で、その1週間のうちにアメリカの感染者数が 2.5 倍以上増えたんですけれども、うん、それは世界の全体の 20% に当たります。はい、でそのうちニューヨークの感染者数はって言いますと、今4万6000人近くあるんですが、はい、それはアメリカ全土の感染者数の 20%、はあ、で世界でいうと 5% に当たります。うんうんうん、なのでかなりの人数になってきてるんです、ですけれども、うん、死者数で見ると1400人、はい、でこれはアメリカ全土の死者数の4分の1、はい、でトランプ大統領もおっしゃっているように、はい、ここから2週間が一番きつくなるっていうふうに今言われているんですけれども、はい、じゃあなんでニューヨークがこんなに大変かっていうのは、まあ、シンプルに人口密度が高いっていうことですね。うんうんうん、で人口密度の東京と比較した人口密度の表が用意されてるんですけれども、はい、それを出していただければ助かるんですが、はい、ニューヨークは東京の 1.7 倍の人口密度なので、うん、東京の方がまだマシといえばマシなんですけれども、その点でただ、うん、同じように注意しないといけないっていう意味では本当によく考えていただきたいですね。で、うん、ちょうどニューヨークは東京の将来を生きているっていう感じがするので、はあ、日本にいる皆さんも気をつけていただきたいっていうのが一番のメッセージです。うん、その意味じゃこの 2,3 週間で本当に激変したっていうような体感でしょうか？そうですね、はい、例えばこの 2,3 週間で状況がガラッと変わったってことを、うん、映像とか写真とかでも用意されてあると思うんですけれども、うん、自分的には、まあ、周りで感染者数が増えただけじゃなくて、うん、知り合いで残念ながら死者も出ているので、はい、そういうふうにもう身近なことになると、うん、全然態度も変わりますね。うんうんうん、で同時にホワイトハウスにいる人たちもトランプ大統領をはじめ1ヶ月前と言ってることと全く違った態度で、うん、今は危機感を感じているという感じですね。うんうんうん、で例えば、はい、自分の態度なんですけれども、うんうん、3週間前までは、うん、
人と会うときに、アメリカの習慣で握手とかするじゃないですか、はい、でハグもしますけれども、それを、3週間前の状態では気をつけないといけないね、こんな感じでハグしてたんですけれども、今はそんなことは絶対にできませんね、で人と2メートルぐらいの間隔を空けているんですけれども、で電車に乗るときも混んでなければいいやっていう感じで考えていたんですが、今は絶対そんなこと、もう電車に乗ること自体が怖いです。そうですよね、もうマスクをあんまりつけない方が昔は多かったんですけど、今はマスク手袋もつける方が増えてるっていう感じでしょうか、ね、そうですね、手袋、はい、マスクセットはだいたい街中歩いていると半分以上の人がしてますね、そうですよね。いや、武藤さんの生活はどういうふうに変わりました？生活はですね、はい、もうほとんどアパートから出ていないんですけれども、知人とも2週間ぐらい会ってないですね。オンラインではよくお話をしているんですが、はい、外に出るときには一人で行動で、極力外に出ないようにしてます。で自分のアパートも感染者が出ているので、エレベーターに乗るときには一人か、あるいは一世帯ごとにしかエレベーターに乗っちゃいけないっていうふうに言われているので、そういった生活ですね。これ日本の高層マンションとかどうなるんでしょうね、大室さん。日本もね、これは多分高層マンションもし発生したらそのルールができると思います、高層マンションレベルだと多分政府はガイドライン作れないので、もうマンションとかは今からガイドライン作っといて、それを政府に後追いで承認もらう方がいいと思います、多分いろんな業界でそうした方がいいと思ってる。自分たちで、例えばレストランならレストラン業界とか、基準を作ってこれでどうですかと、多分そうしないとちょっとね、多分もう無理だと思います。今僕も厚労省の友達とかいっぱいいるんで聞いてるともう無理だと思いますね。ああ、そういう状況ですか。今の武藤さんのお話聞いて、大室さんどう思いました？確かにニューヨーク非常に、公園はセントラルパークでかいんですけど、ほとんどビルですので、多分東京とは多少違うとは思うんですけれども、東京もまあ油断すると、こうなる確率は、十分あるので、非常に注意が必要だなと、ただ人間ってやっぱ緊張を持続する時間っていうのは、やっぱ限られるので、いかにそのなんていうんですか、一番我慢できる時間っていうのを どのタイミングでどう取るかっていうことが、多分すごくこれから東京では考えないといけないのかな。そうですよね、あと東京に比べて目立つのは貧富の差があるということで、結構例えばホームレスの方とかもいらっしゃったりであるとか、あと医療が高いであるとか、そういった面で今例えばホームレスの方とか目立つ状況なんでしょうかね。そうですね、人の動きがあまりにも下がった分、行き場がないホームレスの方たちが残念ながら、逆に目立つ感じになってきていまして、ですね、今その VTR に出ている地図なんですけれども、これはニューヨーク市の郵便番号別の感謝数を、違う色で示したものなんですが、一番濃い色が、300人から1000人いる感染者数がいる場所 で、で薄いところが6人から100人ですね、でこれを見ていると、左上のあたりがマンハッタンになるんですけれども、もう本当に経済力と比例しているっていう感じです、人の収入だとか、あるいは土地の値段っていうふうに比較しても結構比例している場所がありますね。でホームレスの数字なんですけれども、これバウアリーミッションというノンプロフィット、そのホームレスの人たちに食べ物を提供しているノンプロフィットのサイトから取った数字なんですが、ニューヨーク市では125人に1人がホームレスっていう状況です。で西海岸はこれよりさらにひどいんですけれども、ニューヨークの7万人のホームレスのうち、毎晩外で寝ている人たちは4000人近くいるので、彼らをどうしようかってことが西海岸でも東海岸でも今話されている状況ですね。でそのすごく悲しいのは、貧富の差は多分これを機にさらに広まっていくと思い、差が広がっていくと思います。それはなんでそう思われるんですか？例えばですね、ホワイトカラーの人たちは家から仕事ができるんですけれども、そうじゃない人たちは例えばレストラン業だとか、その体を張っての仕事が多いので、そういった人たちが今一番失業率が高いですね。これホームレスの方がコロナにかかっちゃった場合ってどう対応するんですか？病院にかかる、アメリカの場合はご存知の通り保険がない人がたくさんいて、ホームレスの方たちも保険がない
もちろんないと思うんですけれども、はい、実際に私も今保険が3月いっぱいで切れちゃって今ない状況なんですが、ものすごい高いんですね保険に入るのって、うんうんうん、ただし病院の ER 緊急手当の場所は保険がなくても行けるんですね、はい、なので私の医者の友達も ER の医者をやっている人が数人いるんですが、うんうんうん、もうそこが圧倒的に人が押し寄せてきていて、はい、で対応が難しい状況になってます。はあ、殺到してる。コロナウイルスに関しては政府がタダで治療 で、うんうん、できるようにだとかしてますね、うん、で保険会社もちょっとその辺緩めようとしてます。あ、そういう状況なんですね。そういった中で先ほど、まあ、ホワイトカラー の方はオンラインで全てこなしてるっていうことをおっしゃってましたけど、結構仕事もオンラインで完結できるような感じですかね。もともとリモートの文化は日本よりも進んでるとは思うんですが。そうですね、はい、確かにオンラインは日本よりは進んでると思いますね、うん、でこの間ブルームバーグのニュースにも出てたんですけれども、 Zoom の株価が、うん、はい、Zoom っていう会社があるんですけど、うん、ですね、今私たちが使ってるものもそうなんですが、うん、株価が結構上がりまして、はい、で Zoom と似たような名前の会社の株価が間違って上がっているっていう、うん、そんなこともあったんですけれども、うん、そういったオンラインの道具を通して仕事をしたり、あとその学校閉鎖もずっと続いている状況、今日本は春休みが明けようとしているところですよね。だけどアメリカはもう普通の授業がずっとされている状況なので、はい、みんなズームを使いながら、まあ、ひいひい言ってますけれども、お子さんがいる方たちは、うん、そんな感じでありますね。だけど、ソーシャルライフの面でもオンラインが今、うん、結構みんな頑張って流行らせようとしている上に参加者もたくさんいるんですけれども、例えばネットフリックスはネットフリックスパーティーっていう新しいアップがあって、それをタダでこれから1ヶ月間とか2ヶ月間タダで参加できるようにしてますし、で私もこの間使ってすごく楽しかったんですけれども、あるいはズームで大勢で飲み会だとかブランチっていうのも流行ってます。ネットフリックスパーティーってどんなことをやるんですか？みんなで楽しめるっていう感じなんですか？そうですね、Chrome のダウンロードをして設定するんですけれども、はい、例えば映画をみんなで見ることができて、で右サイドにチャットボックスがあって、その映画を見ながら感想を述べられるっていう、なんか本当に同時に誰かと見ているっていう感じがします。へえ、フィットネスとか運動とかそういうのはどうなんでしょうかね？ヨガとかそういうものも。そうですね、それはまさに、はい、すごく大切なことなんですけれども、はい、こういうふうにずっと家にこもっていた生活が続くと、うん、もう本当に精神的にも体力的にも健康の面でも、うん、運動することは本当に大切なことなんですね、うんうんうん、でなのでオンラインでストリーミング、例えばインスタネットでストリーミングしながら教えてくれるヨガの先生だとかジムの先生だとかがものすごく増えていて、うん、ですごくみんな協力的なんだなって思うのは、例えば1時間に通常でしたら25ドルとか20ドルのクラスを今寄付ベースで払ってくださいっていうふうにみんな言ってますね。うん、日本でもオンラインフィットネス入れそうな気がしません？そうですね、うん、どっかの会社だともうラジオ体操とか始めそうですね。なんか、あ、確かに ね、 朝 ね、 ね、まあ、でもオンラインフィットネスありうると思います、ね。まあ、ちょっとね住宅事情があれなんで、うんうんうん、まあ、ちょっと多分日本なりにできるようなことでも、あ、今後増えると思いますよ多分、うん、はい、そうですね。今日後半でもちょっと扱おうと思うんですけど、リモートでずっと家にいることで、うん、結構そのメンタルを病む方とかですね、うん、まあ、あと夫婦仲、まあ、家族の仲良くなるケースもあると思うんですけど、うん、逆にね良くなくなるケースなんかもあったりすると思うんですけど、うん、そういうところって何か考察ありますかね？ですね、まあ、確かに、はい、中国で離婚の率が増えたっていうことが報道されてますけれども、うん、はい、アメリカではまだその数字では出てないんですが、はい、私の、友達の間では、はい、コロナベイビーブームが出てくるんじゃないかっていうことを話していて、はい、ただもうすでにお子さんがいらっしゃる方はあまりにもその狭い、うん、まあ、東京もそうですけれども、うん、ニューヨークもすごく狭いところにみんな住んでいるので、うんうん、それどころではないっていうふうに言ってる人もたくさんいますね。うん、そういうことですね。ありがとうございます。ちょっとここからは武藤さんの専門でもある経済金融の分野にもついてもお伺いしたいというふうに思うんですけれども、はい、やっぱり経済が、まあ、停止してしまって、特に、まあ、失業者が、まあ、急激に上昇しているっていうデータが今日本でも話題なんですけど、話題というか注目を集めてるんですが、そこの失業率のところ、実際にすごく上がってるっていう実感がありますか？そうですね、はい、ものすごく実感があります、はい、私の周りでもすぐにもう
そんなに、例えば日本ですと終身雇用の文化があるので、うんうん、はい、失業っていう言葉はあまり、なんていうのかな、普段の日常生活に出てこないと思うんですけれども、うん、アメリカはそういう規定がないので、もう簡単に人をクビにするんですね、うん、はい、でもう最初の3日とか2日の状況あたりで、うん、まずレストラン業の人だとか、うん、とてもキャッシュが回らないビジネスの人たちがすぐに切られていて、はい、で先週の失業率ニュースでもご覧になったと思うんですけど、うん、330万人ですね、はい、で今週の予想はさらに多くて、うん、350万から550万までの予想値が出ているんですけれども、うん、例えば私が以前勤めていたバンクオブアメリカっていう会社があるんですが、はい、彼らの予想では今の失業率はここ50年間最低の 3.5% から4月の失業率が2桁台になるっていうふうに予想してます。かあ、そんなにいくんですね。うん、そうなって、まあ、解雇された場合に、まあ、生活費が不安になると思うんですが、まあ、特に家賃ですよね。家賃の負担が一番重いと思うんですけれども、そこの部分というのは政府が何か援助するんでしょうかね。そうですね、そういった話が今まさにされていて、だいたい報道でも出てたんですけれども、 40% 家賃が払えない人たちがいるっていうふうに出ていて、あと先ほど申し上げたバワリーミッションの統計では、ニューヨークに住んでいる人たちの 60% が3ヶ月生きていく分の食費とか家賃がない状況なので、確かに政府はそういう人たちを補助するために今動きがいろいろされてます。治安の悪化は感じますか。ですね、今の状況では、今の段階ではないんですけれども、ただ私の友人で NYPD の警察官の仕事をしている人がいて、で、彼の話によると、まず警察の 20% が体調不良でダウンしている上に、NYPD の感染者数が1400人いるんですね。でも同時に、今刑務所で感染者数が増えないように、450人のが釈放されるので、まず釈放された人たちと、あとレストランとかビジネスがほとんど閉まってる状況、誰も歩いていない状況、で警察官が今人数が足りない状況になっているので、今後治安は悪くなるっていう可能性はものすごく高いですね。そういった状況の中で武藤さんご自身もかなり不安を感じたりであるとか困ってらっしゃることって多いですか。そうですね、私は幸い、なんていうのかな、一応ホワイトカラーの仕事なので、まだ大で、しかも健康なので、はい、そこまで本当に心配っていう心配はまだないんですけれども、でも個人的にはこの状況がいつまで続くのかっていうのは心配ですね。例えば、これが9月とか10月まで続くんだったら、自分の長い目で見たときに自分の人生にどういった影響が出るのかなっていうことを考え出すとキリがないので、それを考えないようにしなかったりだとか、あるいは金銭的な面で株価がこうやって毎日落ちてるのを見るとやっぱりすごく不安になるし、リーマンショックとよく比較する話が出てくるんですけれども、リーマンショックよりひどい状況になると思うので、それがちょっと心配ですね。で、やっぱりストレスがいくらポジティブ思考でいこうって思ってもストレスがどこかでこうやってやはり出ているので、例えば夜中の3時とか4時に目が覚めちゃうっていうケースも、私だけじゃなくて私の友人もみんな同じこと言ってます。アメリカ人の方もいろいろですけど、アメリカの方って結構ポジティブで本当前向きな方っていうのも多いですけど、そういった中でもすごく何ですかね、暗いムードって言いますか、リーマンショック、あとは9.11 の時にアメリカってやっぱ本当に雰囲気が変わったじゃないですか、ああいう時と似たような感じはするんでしょうかね。トランプ大統領も戦争であるというような言い方もしてますけれども、そうですね、私個人的に思うのは、その 9.11 があったからこそ、ニューヨーク市民とかアメリカ人はこれに対してみんなで頑張ろうというポジティブな姿勢が強いですね。で、特にニューヨーカーは、自分たちは生きていけるぞっていう誇りもすごいありますし、政府だけじゃなくて民間が立ち上がるっていうケースがすごくたくさんあるので、それには勇気づけられてますね。だから暗い雰囲気は、暗いっていうより、なんかみんなで戦っていくぞっていう雰囲気です。そういう感じなんですね。草の根でいろんな活動がもう起きてるわけですよね。いろんなところで。そうですね。そこたくましいですね。
わかりました、ありがとうございます。最後にですね、まあ、今後緊急事態宣言なんかもしかしたら日本でも出るかもしれませんし、まあ、ロックダウンという可能性もゼロではないという中で、ニューヨークでの現状を踏まえて日本の方に今お伝えしたいことというのはどういうことがございますでしょうか。そうですね、聞いてくれてありがとうございます。はい、もう私友人がスペインにいて、スペインはちょうどニューヨークとかアメリカの2、3週間将来を生きているっていう感じがするんですね。で、私も日本と比べてアメリカは、まあ同じ状況にならないでほしいですけれども、ちょっと2、3週間将来を生きているっていう感じがしますので、日本の皆さんに一番伝えたいことは、とにかく、自宅待機をしてくださいっていうことです。で、アメリカでよく使われている言葉はソーシャルディスタンシングっていうふうに言っているんですけれども、はい、日本でも流行ってきました。大体一人でいることが大切で、あるいは外に出るときは2メートル以上の間隔を空ける、うん、もうとにかく自宅待機をしてください、うん、ステイホームっていうことですね、うん、スペインに住んでいるサッカー選手の香川選手も同じことを言っていると思うんですけれども、うん、あとニューヨーク知事のクオモさんも言っているのは、うん、Our problem today is your problem tomorrow、うん、なので今日テレビで見ていることは明日同じ問題になるかもしれないから、うん、それをよく注意してくださいってことと、うん、もしロックダウンが本当に起こり得るなら、うん、これ私スペインの友人からもらったアドバイスで、ま、そっくりそのまま同じことをお伝えしますけれども、はい、まあ、小学校で習った基本的なこと、例えば、うん、規則正しい生活、整理整頓、うん、うがい手洗いで、そういうこと、先ほどおっしゃったラジオ体操だとか、そういうことをやる、うん、で運動する、人とのつながりを保つ、うん、であと趣味、ずっとニュース見てるとやっぱり落ち込んじゃうので、うん、1日に2回にとどませるだとか、うん、あるいはケーキ作りなど趣味を趣味に使う時間を増やすだとか、うん、そういうことですね。あとありがたいって、うん、今自分が持っていることをありがたいって感じることが大切だと思います。うん、普通が大切ってことですね。大室さん、なんか武藤さんに聞きたいことないですか。ニューヨークの、市民の方、はあれですかね、その場所によってやっぱりこのなんかすごく場所によってすごいあれがあるって言ってたじゃないですか、所得差とかによって感染率がっていう、でやっぱり何ですかね、そこによってその例えばホームレスの量とか、うん、まあ、そういったこともあるんですけれども、やっぱりこれは何ですかね、こう肌感覚として感染しそうな場所で感染してるイメージなんですかね、やっぱりこう多いって感じ、ニューヨークの人とか意外性が意外にもう分からない状況ですね。例えばこのウイルスっていうもの自体すごく小さいじゃないですか、うん、でウイルスが例えば塩粒の大きさだとしたら、うんうん、我々の人間の細胞は40階建ての高層ビルと同じ、うん、そういった感じの比較なんですね、うんうん、なので例えば今その色が濃い場所にいたとしても、うんうん、この濃い場所にいる人たちが例えばマンハッタンの南部の例えば私が住んでいる場所とかに食べ物の配達とかあるいはスーパーマーケットで働いている時に来た時に、うん、感染している可能性はもちろんありますし、うん、まあ、分からない場所で感染するのはもうそれが当たり前っていうふうに考えることが大切だと思います。で、うん、あとホワイトハウスだとか CDC、 アメリカの CDC も言っているんですけれども、うん、感染者数の 25% が症状を示さないっていうふうに、うん、そういった統計も出てますので、うん、どこで感染、いつどこで感染するかっていうのは分からないので、常に気をつけないといけないっていう感じです。うんうんうん、マスクをする習慣ってやっぱり、できましたか？もともといなかったですけど。それが面白いことに、うん、日本だと何パーセントぐらいの人が今マスクしてますか？日本で多分5割ぐらいは知ってると思います。もっと行くかもしれないですね、うん、もう 7、8 割行くかもしれないですね。今日行った会社では8割ぐらいしてましたね。うん、そうですね、8割っていうのがで、コロナの前でもマスク着用する文化じゃないですか。もともと花粉症の時期なんで、そもそも4割ぐらいの人はしてるんですよね。そうですね、でアメリカは例えば1ヶ月前まではマスクをすると、まずテレビでマスクする意味は全くないっていう、だからマスクはする必要はないっていうふうにニュースでもずっと言っていたにもかかわらず、今はホワイトハウスがマスクをしなさいっ
っていう状況にまで来たので、うん、あのマスクにすごく抵抗を感じているのがアメリカ人なんですけれども、うん、あのそれでもまあ大体半分以上は今するようになりましたね。なんか最初になんか高血圧とかでお薬を飲み始めるときって皆さんすごく薬を飲んでる自分にストレスなんですけど、多分日本人が思ってる以上にマスクをしている姿ってことは多分欧米の方抵抗あるかもしれないですね、うん、なんか非常事態だって日本人はあんまり慣れてるんで、はい、うん、そうですね、うん、だからそうですね、私も昨日あのセントラルパークの近く自転車で運動のために行ったんですけれども、うんうん、あのやはり色が濃い部分、地図の中での色が濃い部分はマスクしてる人の数がさらに多かったですね、うん、マイクつけなきゃいけないって感覚になったのって1週間前ぐらいですか？そうですね、ここ1週間で増えましたね。で、うん、昨日ホワイトハウスのあのその Q&A で、うん、大統領がマスクがない人はスカーフをするべきっていうふうに発言しましたので、うん、多分さらにその必要性を感じる人たちが出てくると思います、うん、そこは日本マスクだけじゃなくて、うん、その手ぶそのビニールでできた手袋をしてる人もものすごく多いですね。接触感染のためにってことですね。うん、わ、うん、かりました。武藤さん、はい、ありがとうございます。武藤さん、どうぞ。あ、大丈夫です。どうぞ、はい、まだあります。最後大丈夫です。本当ですか？はい、どうですかね皆さん、うん、例えばもともとその例えばその先ほどなんかそのレストランの方とかそういった方がもう今こうレイオフされちゃったって、その方たちはこれ家賃払えたかと追い出されちゃうんですか？ホームレスになっちゃったらますますまずいですよね。そうですね、今地主にもう少し我慢してくれっていうふうに政府から要請が出てるので、うん、ある程度期間は与えられると思います。そのホームレスの方とかがその何ですかね、この衛生状態を保った場所で、例えば東京なんかでもそういうことありましたけど、なんかそういうところを用意するとかそういう動きはないんですかね？ありますよ。例えばホームレスの人たちが、うん、泊まる場所があるように、うん、まあ、多分これ西海岸の方が東海岸より、うん、上手にやってると思うんですけれども、うん、例えば西海岸の方では駐車場を使って車がこうやって止まるじゃないですか、うん、そこの、2つ置きぐらいにホームレスの人が泊まれるように場所を設けたりだとかしてるんですけれども、うん、ニューヨークも同じように施設にこうやって入れようとしてますね。ただ私が心配なのは逆に施設に入って感染しやすい状況になったら意味がないので、うんうん、努力はしているらしいんですけれども、うん、まだ足りないっていう感じですね。まあちょっとそれちょっとニューヨークの東京っていうか、まあ日本でも実は大阪のまあいわゆる日雇い労働者と言われている人たちが集まるところが日本で最も結核の発生率高いって言われているんですけども、うん、まあやっぱりちょっとそういうところのまあ文化的背景もあるのかなと思います、うんうん、ただですね、うん、このウイルスっていうのは人種だとか年齢だとか収入に関係なしにみんなやられてますので、うんうんうん、それだけ、うん、本当に、なんていうのかな、誰もが感染しやすくなってる状況なので、うん、どこにいても誰でも気をつけないといけないっていうことが一番大切だと思います。うんうん、先ほどなんかビル・ゲイツさんの動画見てたら、まあ、ある程度状況をピークアウトするのがまあ5月末ぐらいじゃないかっていうふうに言ってたんですけど、うん、今ニューヨークだといつ頃まで耐えればある程度緩和されていくっていうような報道が多いんでしょうかね？そうですね、ニューヨーク市長のデブラジオは、うん、4月の終わりがとか半ばが、うん、ピークになる可能性があるっていうふうに言っていて、で4月の頭が見どころっていうふうに3月の上旬ではそういう話をしていたので、うん、まあ、ビル・ゲイツさんがおっしゃったようにピークアウトは多分1ヶ月後とかそういう感じになってくると思うんですけれども、うん、でもやはりみんなの協力が必要なので、そのピークアウトを達成するには、うん、はい、それの呼びかけで精一杯ですね、うん、ということですね。分かりました。今日は武藤さんありがとうございます。どうぞ。もうすごくよく分かりました。またぜひお話をお聞かせください。そうです、ぜひ、はい、すいません、どうもありがとうございました。ありがとうございました、はい、失礼します。これズームで全然いけますね。なんかもっと衛星中継っぽく、なんか声とか遅れて、うん、
来るかと思ったらなんか全然一国道みたいにならなかったです。いや綺麗でしたね。全然もう全然普通に喋れましたね。いや、うん、改めて聞いてみてどう思いました、はい、ニューヨークの状況。私やっぱご本人から聞くとまた違いますね。やっぱ何万人も感染してるから、確かにどこに潜んでるかっていう思いは、うん、多分あのいわゆるこう自宅にいること自体というよりは、うん、なんかこう思い出したのが、うん、あの福島で 3.11 があった時には福島に、うん、あのたまたま工場よく行ってたんですけれども、うん、やっぱりなんか放射線の影響がどこまで分かんない時に皆さんちょっと自宅待機をしてたんですけれども、うんうん、やっぱりそのなんていうんですかね、その状況で自宅待機をしてることが辛い、はい、だから別多分、うん、日本で今自宅在宅ワークをしてる感じと、うんうん、ニューヨークの何万人も外にいる中での、うん、なんかこう自宅全然多分その自宅同じ自宅にいるっていうのは意味が全然違うと思います。確かにね、みんなが自宅ならまたつながることもできるし、うん、その孤立感はちょっと和らぎますよね、うん、ということでちょっと後半はですね、今日今自宅待機というお話もありましたけれども、うん、大室さんとともにですねリモートワークそして自宅勤務にまつわるちょっとお悩み相談をしていきたいというふうに思います。なんかズームで長時間やあのミーティングを連続でやるとみんな疲れるって言いますね。疲れます。あれって慣れでどうにかなるんですか、うん、やはりちょっとやはり負担が大きいんですかね体に対する。はい、